INI 11days voice。 皆さんこんにちは。 Login to us INI の木村雅也です。 INI はオーディション番組 Produce 101 Japan Season 2から誕生したグループです。 INI で僕木村雅也は、リーダーを務めさせていただいております。僕自身こうマイペースで普段はすごいのほほんとしてるんですけど、ちょっとグループまとめるのを頑張っております。はい、 INI は結成当初からずっとグローバルで活躍するということを目標に、活動しているんですけど、本当に大きな夢を持ってこれから少しずつですがコツコツと努力をし続けて本当にその夢に近づけるように頑張って言っている最中でございます。この番組は配信日初日の本日11月3日にデビューした僕ら INI メンバー11人が一人ずつ日替わりであなたとつながる番組です。今回初めてラジオを一人で収録させていただいているんですけれども、正直ちょっと緊張はしてますね。なのでところどころ緊張をうかがえる場面が出てくるかもしれないんですが、ちょっと温かく見守ってもらえると嬉しいです。INI 11days voice 引き続き楽しんでね。今流れたジングル聞いていただけましたか？せっかくの一人喋りの番組、さまざまな僕の声を皆さんにお届けしたいということで、いろんな声色のジャンルが入ったボックスから決めて収録したジングルです。いや皆さん何の声か分かったでしょうか？僕はねちょっとこんな声色したの初めてというか、まあ何十年ぶりだったので、全くちょっと自分の子供の声色だったんですけどね、今の伝わりましたかね。すごい緊張じゃないですけど、なんか不思議な気持ちになりましたね。でもなんかちょっとなんか一個扉を開けれた気がします。僕自身気になる方はね、もう一度聞いてみてください。僕の子供の声色でした。それでは皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。本当にねたくさんの質問をいただいたということで、すごい嬉しい気持ちになっております今。いやその中からね少しですが、質問に、答えさせていただきます。はい、神奈川県ラジオネームきのちゃんさん。まさやくんこんにちは。 INI のロケティアはノリがよく中毒性があり毎日聞いてしまいます。そして毎日元気をもらってます。わよかった。そのロケティアの MV ですが、まさやくんがロケットとなり宇宙まで飛んでいくシーンがとても印象的です。僕もそれを思いますね。はい、このシーンがあることを知った時のまさやくんの気持ちや、撮影している時大変だったこと楽しかったことを教えてください。これからも INI を応援しています。ありがとうございます。そうですね、僕もすごい印象に残ってますね。なんかあれ飛んでるんですけど、本当はまあ実際には飛んでないんですよ。まあ知ってるかと思うんですけど、ワイヤーをすごい体にこうガシッとつけて上から宙で吊っていたんですけれども、すごい僕は宙に浮くって聞いて、えマジかって思ったんですよ。ちょっとワクワクな気持ちです。ワクワクしてた気持ちで、みんなも絶対なんか食いつくかなみたいな、やっぱ空飛ぶって夢じゃないですか。だからみんなも食いつくかなと思って、収録中とか撮影してる時もこうみんな多分こう気になって、こうどんな感じみたいに なるかなと思ってたんですよ。いざこう僕がスタジオに入って撮影しますってなった時に、誰一人見てなくてすごい寂しかったですね、あの時は。まあでもちょこちょこ手振ってくれたり、うわーみたいな言ってくれるメンバーもいたので、はい。でもあのシーンは結構夜遅くまで撮影してて、ここだけの話、こうジンとフェンファンがねずっとね待っててくれたんですよね。なんかすごい感動しましたあの日は。はい、続いての質問に行きたいと思います。北海道ラジオネームこたみさんからいただきました。ありがとうございます。
抱き枕を使うと言っていたまさやくんですが、メンバーの中で抱き枕にするなら誰がいいですかということで、ちょっとこれは恥ずかしい質問ですね。とっても誰だろうな。ちょっと今メンバーを想像して考えてみたいと思います。ちょっと一応全員こう抱き枕にするシミュレーションを頭の中で今しています。BGM がすごいちょっとそれっぽいのに変わってきた。まあでもまあ抱き枕にするならまあ京介ですかね。その理由はなんかプニプニしてるとかですかね。さあ続いての質問いきたいと思います。兵庫県ラジオネーム歌さんからいただきました。ありがとうございます。 INI の皆さんデビューおめでとうございます。ありがとうございます。6歳の息子がロケティアかっこいいからこれ好きと大変気に入り、何度も何度も繰り返し聞いて覚えて歌っています。いや可愛いですね。先日テレビでパフォーマンスが放送された時も息子が大声で歌うから INI さんの歌声がかき消されてしまいました。わあ、まさに子供の声色。さて質問です。 INI の皆さんは小さい頃どんな子供でしたか？当時の将来の夢などなど聞かせていただけたら嬉しいです。ということで、いやなあ、僕の小さい頃の夢は結構僕夢が何個もあって、そのくせコロコロ変わってたりしたので、いろんなことに興味はありましたね。通訳士を目指したいなみたいな思った時期もありましたね。英語で本当に高校ではその本当に留学ができる高校に入学する予定もあったり、まあしなかったんですけど、結局あったりで本当に通訳士を目指してた時期もあったし、なんかすごいテレビをよく見ていてこう俳優さんに憧れていた時期もあったので、小学校の時に将来の夢は何ですかみたいなよく書く欄、その時に俳優ですみたいなこう書いてた時期もありましたね。今なんとかこう INI として僕の夢の一つでもあったことなので、こういろんなことに挑戦するっていうことはなんか大切なことだと思うし、まあもちろん一個に絞ってそれに向かってっていうのもなんか人それぞれだと思うんですけれども、6歳の息子さんも夢やね希望をたくさん抱いていってもらえたらいいですね。聞いていただいているのは INI のデビューシングル A に収録されているロケティアです。こちらは、すごいこう迫力というかパワフルなパフォーマンス曲になっていて、曲はもちろんこうパフォーマンスもすごい勢いのある楽曲になっていて、こう INI のバンっていうデビューにふさわしい一曲となっております。そしてそろそろお別れのお時間です。今日は本当に楽しかったです。なんかいいですねラジオって。やっぱりもうちょっと時間足りないくらいですね。もっともっと質問とか答えたいし、また呼んでください本当に楽しかったです。ありがとうございました。皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで INI の木村雅也でした。バイバイ。